カイトお疲れ。お疲れです。久しぶりにまたやっていきます。はい、今回のテーマ、はい、お気に入りの曲。お気に入りの曲、うん、試合前とかですか。なんでもいい。まあだから、はい、曲はよく聴くん。曲、そうですね、クラブハウスでも結構トレーニングルームでかけたりしてますし、結構聴く。まあその中でも、はい、まあ、どんなシチュエーションでもいいし、はい、まあお気に入り、気に入ってる曲を。ああ、多分これみんなも聴いてくれるから、それ言うたらそれがいいなと思って今。試合前聴く曲でもいいんですか。いいよいいよ。あ、試合前聴く曲だったら、うん、あの AK69 さんの、おう、ビクトリーラップです。ビクトリーラップ、はい、っていう歌を、うん、よく聴きます。へー、全然分かってないんだけど、はい、曲調どんな感じなん。曲調試合前やったら上げていく感じなの。上げていく感じの。そうです、ハイテンポ。ハイテンポです。へー。で、歌詞とかもそういう、なんて言うんだろう、気持ちが上がるような、上がるような感じの。あ、そうなんや。はい、歌詞でよく、他の曲もよく聴きますね。あ、なるほどね、はい、その人の曲を。そうです、多めに聴いてる。聴、はい、いてます。最近それが多いんや。そうそうそう。前から。いや、前からあ、そうなんや。前から聞いてて、あとケツメイシとかもよく聞いてます。うーん、試合前によく聞くんやろ。はい、試合前に聞いてます。普段は。普段、それは、じゃあその曲は試合前だけ、はい、普段も聞いたりするの。普段も時々聞きますけど、うん、普段あげたい時、バラド系が多いかもしれない。ああ、まあね、落ち着いた感じの。まあそれはあるやろ、メリハリ必要やんな。はい、うん、じゃああれや、場面、シチュエーションによって変えていく感じ。普段は結構 EXILE とか多いです。おお、 EXILE のちょっとアップテンポな曲じゃなくて、うん、その昔のなんか結構バラードの曲とか。ああ、そうな、そっちね、が、へえ、好きっすね。意外やな、踊ってそうやのに。いや、踊ってやないです。結構そういうの好きっすけど。服装踊ってそうやのに、いつも。いや、そうです、ラッパーっぽいってやりますね。全然バラードとかも好きです。ああ、そうなんやね。はい、了解。はい、じゃあまた、まあね、曲を聴きながら、はい、テンション上げて、はい、また頑張っていきましょう。頑張ります。おい、ありがとうございます。お疲れっす。ありがとう。ありがとうございました。